まあ、新しい形を試していく中で自分たちの距離感でのボール回しっていうところをでのミスっていうところの中で、相手との距離感、相手とのこうプレッシャーのかけ方っていうところの逃がし方っていうところがまだそこの感覚がつかめてないので、相手の間合いになった時にいかにこう相手のプレッシャーを逃がして、まあそこの中でただ簡単にボールを動かしているだけじゃなくて1個を運ぶことによって相手のリズムをずらすとか、パスコースを生み出すとか、相手の逆を取るとか、そういう部分をもう少し増やしていかないと、こう狭い空間でのボールの動かし方っていうところの成立っていうところが出てこないのI'm gonna go get some more.
かめないところっていうのがあったと思うんですけど、相手の間合いでね、こう追われてしまって、ね、ちょっとでもこうプレッシャー、パススピードがずれたりとか、なんだろう、もうちょっとでも止めてしまったら来るってなった時には、ね、やっぱり相手の必ずスペースはある。そこでキックフェイントなのかターンなのかで相手の、ね、こうタイミングをずらすとかっていう作業が必要になってくる。あとはそんなまだ自分たちが相手を見ながらサッカーができてない証拠なのかな、そこをしっかり考えてやっていかないと。守備のところはね、少しこう前線から頑張って追ってくれて、そこから制限かけてボールを奪うっていうところはね、少しずつできてきてるので、そこはいい傾向にある。あとは今日みたいな相手でね、少しこうディフェンスラインとボランチから前への距離感が空いた時のその空間の使い方っていうところがうまくいってなかったので、それでもこうチームでやろうねって言ってることのね、この距離感がうまくいかない時はやっぱり1個飛ばすっていうことが必要になってくると思うので、まあ、そこもねしっかり顔を上げて、で今日局面で力を出せないと、なかなかそういったところをもっともっと全体で、個人でもそうだし、グループとしてももっとしっかり整理して、やっぱりそういったところはやっぱりレベルを上げていくっていう作業をしていかなきゃいけないとは思いました。来週はしっかりトレーニングしながら、そうです、今年やろうとしてるなんかサッカーは、まあ、みんないい選手に積もってきたし、なんかこれを突き詰めていったらやってる僕らも多分楽しくなると思うので、やっぱサッカー楽しむためにやってるし、それがやれれば多分見てる人も楽しいだろうし、だからなんかもう、やらなきゃやらなきゃじゃなくて、自分からサッカーを楽しむためにやるんだっていうところをポジティブな感情でみんな今週から取り組んでいきましょう。はい、お疲れ様です。はい、今日は個人的にちょっと相手に対してちょっと柔軟になれてなかったっていう部分があって、あんまりいいプレーができていなかったと感じます。その中でワンチャンスでヘディングで決められた部分は良かったんで、そこだけは、はい、良かったです。今年は積極的にみんながトライしてくれて頑張ってボールを、まず失ったボールを奪い返すっていうところには頑張ってトライしてくれて、そこからボールを取り返すっていうことができるようにはなってきているので、ここは継続してチームとしてもハードワークできるように続けていければなと思います。まあ、まだ練習試合始まって2試合目なので、これから試合を重ねるごとに質を上げていきたいなと。